レピストさんの観葉植物をチェックしに来ました。リベットリアルリアルリアルじゃあこっからここからもう真面目ガチでね真面目はいこれ真面目いやもう取ってよこれ本当に偽物でしょ偽物だよねやりましたねよかった全部全部引っかかってくれたちゃんとさすがだなあお腹痛いあー持っとるから暴れれないしあ、これ全部これ貝殻虫っすよ、この白いのこれ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 貝殻虫これ全部ちょっとこう、ずっと待ってね本当はね、歯ブラシでやるのが一番いいんだけどねちょっとエバーフレッシュは歯ブラシじゃできないからな、ね、葉っぱが全部落ちちゃいますねそう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 こうやってね、地道にこう取っていくしかない、うん、こうやってこうやって優しく落としてあげて優しくこう落としてあげてで、あの全部落としたら貝殻虫の殺虫剤あるんで、うん、それをもうパパパーって全部葉っぱにかけてあげてみたいなこれ繰り返しこれやっぱエバーフレッシュは大変だな貝殻虫除去すごいすごいなすごいなこれはこれもう本当に風通しいいところに移してあげるしかないですよ貝殻虫は全部これねっていう感じでねやっていくしかないですよ脱毛おじさんはいね貝殻虫は貝殻のね除去は地道ですからねそう地道なんでね分かった分かりました、はい、これで、はい、貝殻虫の除去の方法ねネタがね黄色が2つ。ダメダメ。どこ見てんのよ。どこ見てんのよ。これなんていうか知っとる？文鎮。え？文鎮。え？え？文鎮。これ？うん。文鎮これ。うん。文鎮これ。文鎮これ。うん。
はい、というわけでね、脱毛おじさんのお店、観葉植物健康診断、はい、チェック。本当は今回の企画は脱毛おじさんに地味なドッキリたくさん仕掛けてみたっていう企画だったんですよ。そういうことです。だけど今日ね、この貝殻虫の除去の方法っていうのは、うん、お勉強にもなってるんですよ。そういうこと、まあ、やっぱちゃんとお店の紹介もね、そうですね、うん、しといてもらいましょう、うん、お店の紹介お願いします。あ、ハッシュタグ脱毛おじさんことクレピストマジです。よろしくお願いします。ローラムさんプロデュースのルミックス A9 っていう機械を使わせてもらって、ルミックス A9 やってます。性能もね、抜群にいいし、ルミックス A9、 まあ男性以外にも女性では、まあ、フェイシャルとかね、ルミックス A9 結構上等なフェイシャルがついてるんで、もしよかったら男性、女性、まあ子供もできるっていう。最近多いみたいですね、子供も脱毛する人。まあ、都会ではもう子供からもやってるっていう、うん、その、まあ、お子さんもまあ、お子さんも、まあ、お子さんもルミックスな、まあね、お子さんも、うん、まあ、気になっとる、その自分自身が、うん、やっぱね、水泳とかね、体操服とか、うん、やっぱ短パンなんで、うん、やっぱもうスネ毛とか気になる時期で、まあ、でも若い時にやっぱ脱毛しとくのが大人になってからもいいのかなっていう、うん、まあ、自分自身も脱毛をひげやってましたけど、まあ、今はもうシェイバーいらずですけどね、シェイバーいらずね。なんか雑じゃない。雑じゃない、作曲ね。面白かったでしょ。面白かったけど、面白かったね。でしょ、ゴキブリはマジでビビった。本当に落としかけた、マジで。いや、ちょっと俺もちょっとタイミングが悪かったな、ちょっとすごく焦った。本当に話さんでよかったって。話さんでもうちょっとタイミングミスった。そうね、もうドボーン動画やってました。ドボーンでもラシちゃん見てるかな。ラシちゃんちょっといいですか。ラシちゃんライバルされてるようですが、まあ今年も一緒に動画盛り上げていきましょう、みんなで。ラシちゃん今年もよろしく。総称して、いろんなおじさんを、いろんなおじさんを総称して、ハッシュタグ面白いおじさんなんですよ。でもね、ありがたいことにね、本当ちょっとずつね、そうやって覚えていただけて。そうね、ね、うん、あの一緒に営業回っててもね、あ、脱毛おじさんですよねっつって、まあ、どっか1店舗だけなんで気持ち悪いよ。ちょっとショックでしたけどね、一言目に言われたんでね。そうね、気持ち悪いおじさんって言われてましたね。はい、でね、ぜひともね、綺麗になりたい人はクレピストさん、痛みもね、だいぶ軽減されてるんでね、今の脱毛器も、はい、ご安心に。ご安心に。ご安心に。やっぱね、そこが引っかかってる人多いんだよ、特にメンズ、特にメンズ。そう、俺もね、ヒゲ濃いし、ちょっとやりたいけど、なんか痛い痛いってよく聞くし、抵抗あるんだな、ね、効率よくね、回数もね、なるべく早く、はい、なくすようにですね。特に冬のヒゲ剃りが嫌だ、はい、朝とか最悪。逆剃りしたいもん。逆剃りしないと綺麗に剃れないから。綺麗にね、そう綺麗に剃るとかあるんですけど、もう脱毛した方がいいです。しましょう店長。多分そんな、ね、悩みなんて多分ね、もうアホほど抱えてる人もめちゃくちゃいると思うんで、脱毛ルミックス A9。 早く本当は動画締めたいなってずっと思ってたけど、偉そうや、あんなゴキブリばっかり。いいよ、ね、用意しやって。じゃあほら、脱毛おじさんとあっちの植物のチェックしに行ったでしょ、うん、その間にさやさんに仕掛けておいてもらったんですよ。そういうだけど俺もどっちにあるか分からなくて。あ、そうなんですか。そう、どっちにおるか分からなくて、で最初にエヴァフレッシュ外持って出たでしょ、おらんくて、あれと思って、そしたらこっちみたいな感じで入れさせて、で
知っとるけど焦った。知っとるのにうわってなった。まあまあでもね、ほんと新年一発目の動画にしていただいて、ほんとありがとうございます、はい、うちの店で、はい、前半でも言ったけど、クレピストさんの詳細は概要欄の方にも貼っておきますので、SNS はインスタグラム、インスタグラム、はい、いいですか皆さん、脱毛おじさんですよ、脱毛おじさん、ハッシュタグ脱毛おじさん、あとね、チャンネル登録と高評価を、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、そういうことです。疲れ切ってますね。疲れた、結構疲れた。では、次回の動画お楽しみに。デザインリメイク制作、独創的なアイデアひねり出す、あなたのための特別なオーダー、何にでもウェルケンしてくれよ相談、詳しくは米子米原ボタデザインで検索、チェック。